どうもどうもどうも。はい、もう神奈川海老名付近に入ってたんですけど、この海老名の間の渋滞、この海老名付近、この間の渋滞ですよね。いつももう30キロぐらいですよ。海老名の間の渋滞、ぼやきですね。ぼやきます。まあ、今までですね、5分とかでね、アップロードしてたんですけど、長いよ。もう渋滞、海老名の渋滞について、ひたすらぼやくっていう。もうね、何なんですかね、この東京の海老名付近。なんでこれいつもこう混むのかなって、海老名と、あともう一箇所だよね。海老名とどこだっけな。あと、なんとか月だったかな。あの八王子入る付近ですよね。そう、もう勘弁してほしいわ。厚木だったかな。まあ、絶対混むからね。だからこれね、夜中通んないとほぼね渋滞に巻き込まれる。なんでこんな混んでんだろうね。ほんと東京最低ですよね。まあ、鹿児島なんか車がないからね、そもそも。いやまあなんだかんだ言っても東京ですよ。もうちょっとで、まあ、最後のダメ出し渋滞ですけど、最後のダメ出し渋滞ですね。東京の厳しさをまざまざと見せられてますね。いやーやっぱね、もう体力的には全然まだいけるんですけど、もう最後の最後でこの渋滞だと、まあ、精神的にちょっとダメージが強いですね。今日も休憩入りながらね、ユニバー君がいるんでね、休憩しながら来て9時間、10時に出て今19時なんで6時間8時間9時間ぐらいですね。9時間ですよ。9時間運転からの渋滞、ちょっときついね。きつくないですか、9時間運転してからの最後渋滞。まあね、ちょっとね、もう夜になってるんで、まあ、水温の方はまあ大丈夫かなと。こんぐらいだったら、まあ、昼間渋滞とかだってマジです。僕の車オワコンですからね。よかった、まあ、ある意味良かったですね。ある意味良かった。もうね、真夏の時に、炎天下の時に渋滞動かなくなったら、この車がぶっ壊れますからね、マジで。この車はですね、止まるという仕様で作られてないので、常に動いてる仕様ですから、止まるとね、マジで水温上がっちゃうんですよね。で、クーラーつかなくなるし、だからつくんですけど、温風になってくるんですよ。クーラーじゃねえや、みたいな。今ね、水温86度なんで、夜だからね、太陽ないから、まあ、ちょっとでも動いてますからね。いやそれにしても長いなこれ。最初ね、下道降りようかなと思ったんですけど、まあ、下道もなんか混んでそうな感じでね。この車のアイドリングがね、最近ちょっとおかしいんですよね。あ、ちょっと大丈夫だ今。なんかアイドリングが1100が何標準なんですけど、そのアイドリング500とか、ウィーンみたいな、ウィーン、バッテリーマークついてウィーンみたいな。あ、やばいやばいやばい、ほらほらほら、来た来た、おじいちゃん頑張れよ。この車ももうね、16万6千キロか。16万6千キロなんで、まあ、今回で17万近づきますね。17万いきそうですね、鹿児島帰る頃には。17万キロってあと3万キロで20万キロじゃないですか。20万キロ行ったら、あの GTR の、あの専門雑誌あるんですけど、
20万キロ行くとなんかシールもらえるんですよ、応募しよう。いやーでもね、今回の旅はね、まあ明日の青、あでも明日の青森はねユニバー君いないからな、まあまあまあ気楽ですね。やっぱねユニバー君いるとね大丈夫かなみたいなね。まあでも昨日のその広島寄って動物病院の件があったんで、もうな一応ちょっとだ免疫僕もつきましたけど、だからねもう飯食わないから、もう飯あげてないですね、水も飯も、どうせ食わないと思うんで車の中で。だからまあ先生も言ってましたけど、なんかね1日ぐらい食わなくて死なねえよみたいな。まあ確かにね1日食わなくても死なないですよね。なんか毎日食ってたから、なんかね餌あげて食わないと不安になりますよね、どうしたのみたいな。やっぱね猫も人間も一緒っていうことですよ。まあそのなんだろうな、前小学校ぐらいインコ飼ってたんですけど、なんかその多分まあ脳のでかさがやっぱで違うからかな。やっぱその我慢するとか、なんかそういうのねあるみたいで、猫も我慢できんだみたいな。インコとかだったら我慢もクソもないですよね。もう普通、僕もね初めて飼いますからね、猫ちゃんは。そう、インコとか普通にポン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 フンするんで関係なしに。猫ちゃんは我慢できるんだね。今寝てると思いますけど。いやーこのまあでも止まってないからいいっすね。止まってないんで、こう止まって動いて、止まって動いて、止まって動いて、止まって動いてっていうのがもうこの車死ぬんで、それこれぐらいでもいいんで、ずっとノロノロで動いてくれると助かりますね。まあ不幸中の幸いというか、僕は不幸になっても動画撮れるんで、まあ、どちらにしても関係ないですけどね。渋滞になったら絶対動画撮ります。絶対ではないか、でもほぼ 99.9% 動画撮りますけどね。渋滞よし動画みたいな。だってもう差がつくじゃないですか、絶対渋滞中動画撮ってる人いないんだ。絶対ではないな、もう最近絶対言い過ぎだな、改めないまあでもおそらく動画撮ってる人いないと思いますよ、渋滞中。うわ渋滞だよって言ってるだけでしょ、最悪だみたいな。僕の場合は最悪だってぼやいて、まあ、僕の分身を作りますからね。時間にレバレッジをかける、僕の分身100万人みたいな。100万個 YouTube に動画アップしたらね、100万個はちょっとさすがにやっぱね難しい部分あると思うんですけど、まあ1万はもう射程圏内ですけど、100万個作ったらどうなんだろうなって。100万個 YouTube にアップロードしてやばないですか、動画100万個ありますみたいなマジでぶっ飛んでますよね。もう世界一 Google を困らした男みたいな、 YouTube のアカウントに100万個動画アップしたみたいなやばないですか、 Google に挑戦状を叩きつけた男みたいな。100万個ってねやばいですね。だって1万でしょ、10万でしょ、100万ですから、10万個が10個ですからね。なかなか100万はちょっとね気が遠くなる数字ですけど、10万はね、10万個だったらまあ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 いける、まあ絶対いけますよ10万個だったら。だって1万個で多分2年3年なんですよね。っていうことは10万個だったらあとね30年ぐらい動画作る、このペースで30年ぐらい作ってれば10万個いけるんじゃないですか。で10万個いきますね。でも10万本アップロードしても結構、10万本アップロードしたら絶対日本一ですよね。おそらく10万本アップロードするやついないじゃないですか。もうそもそも YouTube を40年とかね30年続ける人ってかなり希少じゃないですか。しかもアップロード本数が落ちないみたいな、落ちないみたいな、むしろ上がってくみたいな
ね、やばないですか。いやでもね、なんかワクワクしていきますよね。10万本の YouTube アップロードしたら、その後10万本の後どうなんのみたいなね。ちょっとワクワクしません？ワクワクして物資するのは僕だけか。なんかみんなやめてっかんね、どうせ。僕はね、この 2年ぐらいね、自分でメディアをこう、昔はゴーストライターでしたけど、自分でメディアをこう頑張って作っている過程の中ではもうね、明確に分かりましたね。マジで続ければ余裕で勝てるな。余裕というか、続ければ余裕で勝てるっていう、余裕で勝つ方法は続ければいいだけみたいな。うん、本当に続ければね、マジで勝てますね。みんなやめてくから。だからね、もう明確的にも分かりましたね。明確的に、鮮明に、鮮明すぎるほどね、実体験しましたね。体験しましたよ。あ、これ続けてれば余裕で勝てるなみたいな。まあ結局ネットビジネスって続ければ余裕で勝てんじゃねみたいな。まあもちろんね、その中でいろいろなね、マーケティングとか戦略とか、まあ、僕はもう分かってるんで、ね、あと商品売ったりとかいろいろありますけど、まあ、ちゃんとそういう ねドリームアカデミアで教えてますけど、まあ、その知識があって、その知識があって続けてればね、まあ、勝てますね。 100%、うん、100% 勝てますよ。トップバズの動画なんか、トップバズがね、すげー分かりやすいですね。ちょっと続けてね、今40本ぐらいですけど、なんかトップバズのノウハウ、なんか結構来ますもん。どうやってんすかみたいな。ちょっとやっただけじゃないですね。あとね、ブックメーカーも減少、もう300本やってんすけど、もう日本一余裕で取れますね、ブックメーカー。これだけ動画作って発信すれば。まあもちろん再生回数ビビったるもんですけど、もう続けてれば絶対間違いなく勝てますね。自信がしかないですね。自信がありませんってみんな言うじゃないですか。僕ね、自信しかないですよね。だって僕以上に続けられる人がいないと思ってるから、勝てるって思っちゃいますよね。みんなやめてくから。そう、ドリームアカデミアも日本一に絶対なるとしか自信がないですからね。本当にここまでやる人いないんで。すげえな、茅ヶ崎の方めっちゃ混んでんじゃん。何これ、やばない？あ、ちょっと渋滞抜けましたね。なんでこの町田、横浜町田、ここから町田12キロ、みんなどこで降りんだこれ。めっちゃすげえな、これ降りられねえじゃん。半端ねえな。八王子、茅ヶ崎、中央道、厚木、平塚、出口、厚木、平塚だ。厚木、平塚、出口、もう出れないですねこれ。厚木、平、これ出るのに1時間半ぐらいかかるんじゃないかな。すげえなこれ。なんでそんな集中してんだろ、厚木、平塚に。おおおお、全然空いてきた。やべえ、めちゃめちゃ空いてきたぞ。早えな、この厚木平塚出口。最悪ですね、もう最悪ですね。トラックちゃんかな、厚木平ぐひ、まあいいや、言えてね。もう出れねえな。おすげえ、バリバリ空いてる。渋滞解消ですね。でも多分ちょっと行ったらね、渋滞あると思うんですけどね。またまあぼやきましょう、ぼやきましょう、ぼやいちゃいましょう。まあなんだかんだ言ってアクセル踏めばついちゃうよねっていう。ほんとね、マジでね、鹿児島から東京、東京から青森、明日東京から青森行きますけどね。まあそうそうそう、なんで車で移動するのかっていう、ちょっとなんかね、 LINE ちょっと返してないんですけど、その飛行機でもそのユニバー君ね、なんか運べますよみたいな。
確かもなんか LINE 来てたような気がするんですけど、僕が車でこだわってる理由が、まあまず車が好きっていうのはありますけど、やっぱねドラマなんですよ、ドラマ。あ、また渋滞ですね、渋滞、渋滞ですよ、渋滞ですよ、渋滞、渋滞ですね、渋滞じゃないですか、すぐ。まあでもちょっと動いてくれればいいですけど、抜けたと思ったら渋滞でしたね。そんな早く終わんねえよって。渋滞ですよ、渋滞。そう、要はね、飛行機とかね、新幹線とかピッて行っちゃうと、まあ僕も使うとき使いますよ、僕も使わ全く使わないってことはないですけど、そのドラマがあるじゃないですかね。そう、そこになんか絵的にも面白いじゃないですかね。そう、これが僕の仕事ですからね、絵を作っていかないといけないわけですからね、絵を、絵は描いていかないといけないわけですよ。みんな絵を描けないからね、みんなできないことをやってすごいなみたいな、バカだなみたいな絵を作っていかないといけないわけですよ。まあ、だってお笑い番組とかもそうじゃないですか、ね、そういう絵を作ってみんな笑ってくれて、そこで価値提供っていうのがあるわけじゃないですか。みんなやらないこと、みんなできることやってもね、しゃあないよね。まあ、最初はね、みんなができることでもいいんですよ。でもそれもね、あ、みんなができないレベルまでボンチ徹底すると、まあ、あのすごいことになってきますけど、ただみんなができないことをね、こうやっていくことによって価値っていうのがね上がっていくんで。そう、青森行ったらね、またいっぱい動画撮れるしね。だって飛行機とかで行ったらね、あの、まあレンタカー借りれば別ですけど、やっぱりその自分の車でぐるぐる回りたいし、まあ要はレンタカー借りたら返さないといけないじゃないですか。まあ3ヶ月借りるのかって話で、まあいいんですけど、まあその小回り聞きますよね、行きたいところっていろいろ行けるし。うん、そう、前沖縄行った時はね、沖縄はあのレンタカー借りましたけどね、 2,3 年前全国回った時、北海道からね沖縄まで飛行機で行って、でレンタカー借りましたよ。アイドリングちょっと安定してるな。こっちのゾーン全然進まねえな。なんか東京着いちゃいましたね。なんかね、東京見慣れちゃいましたね。これね、ここのここら辺というか、もうやっぱ行ってない道をね、やっぱね、今回やっぱね、北海道はね楽しみでしゃあないですね。車で北海道はね人生初ですからね。 2,3 年前青森までは車で行ったんですけどね、青森かフェリーに乗っかって函館行って、いや北海道この車で自由にね駆け巡るっていうのがね、マジ楽しみでしゃあないですよ。やっぱね、こういう僕も本当に思うんですけど、自分がね好きなことを、まあこのね、生き品というか、鹿児島からね、車でねバーって来てる時にね、僕は運転してるわけじゃないですか。運転してても決済が入ってくるわけですよ。インターネットすごいですよね、本当にありがたいですよ、マジで。ネットなかったら無理じゃないですか。だって運転しながら売り上げ上がるって無理じゃないですか。リアル店舗とかだったら、だってそこの店舗に行って、まあもちろんね経営者になったら別ですけど、従業員雇ってやらせればいいですけど、
ね、自分で自営でやってお店に立たないといけなかったら、お店に立たなかったら売り上げ上がんないじゃないですか。だからもう時間軸が限界ですよね。時間軸お店に立つみたいな、バイトもね、普通の働くのもそうですけど、コンビニのバイトしてもコンビニに行くっていう時間軸しかないし、会社員も会社で働くという、出社するっていう時間軸しかないから、そこからレバレッジ効かないじゃないですか。僕なんかね、こうやって動画撮ってますけど、別に撮ってなくても僕の動画勝手に見てくれる人ね、絶対いるんで、いっぱいあるから、僕が働いてなくても勝手にね、動画が働いてくれてるわけじゃないですか。ね、じゃあそれ1万本10万本100万本は、100万本はちょっと難しいですけど、作ったら僕の分身が10万人いるんですよ。やばないですか僕の分身10万人やばいですよね。もう寄生虫中ですよね、完全に。もう絶対すごいですよね、それマジで。もうマジで一生飯食っていける自信しかないですね。10万人自分いたらどうですか。10万人自分いるんですよ稼げるでしょうっていうね、稼ぎの金額もまあまあでならないですか。で10万人の自分が普通に会社で働いたら、じゃ基本給に10万で10万人だったらいくら稼ぐねんって話じゃないですか。やばくないですか。だって別に1、だからネットの場合1円でもいいわけじゃないですか。じゃあ10万人動画、10万動画、じゃあ1日1動画1円稼いでくれたとしたら、もう1日10万じゃないですか。じゃあ1ヶ月300万ですよね1円でいいですよだそれができるのがネットだからね。ネットビジネス怪しいとか言ってる人いますけど、ネットしかねえんじゃないかなと思うんですけどね。確かにまあリアルで頑張ってる方いらっしゃるし、ね、リアルで成功、ね、できる人はしていいと思うんですけど、いやネットめっちゃいいよみたいな、てかネットしかねえだろうっていつも思うんですけどね。ネットを使い込んできてネットしかねえだろうと思いますからね、これから何かやるんだったら。あとリアルビジネスの人のところも見て、あの話聞いたり聞いて見てきましたけど、まあ大変ですよね。大変ですよ本当に。その大変さに比べると僕のね動画なんかクソですよ、クソ。適当に撮ってるだけだからね。あ、東京の看板が見えてきましたね。東京の看板が見えてきましたね。だがしかし、ノロノロ運転。なんかね、レッドブルーがね、さっき買ったんですけど、なんとレッドブルー、これレッドブルーだと思うんですけど、なんかね、オーガニックをぶち込んできましたね。オーガニックレッドブルーみたいな、これうまいっすよ。オーガニックのあのジンジャーですね、ジンジャー、生姜です。初めて見ましたよ、レッドブルーオーガニック版。まあ多分あれでしょうね、レッドブルーがその飲みすぎて死ぬとか、まあ、そういうその体に良くないっていう風潮がある、まあ、実際そういうのがあって問題になってる部分あるんで、オーガニックぶち込んだんでしょうね、うん、僕はレッドブルーの戦略に見事やられてオーガニック買っちゃいましたけど、でもうまいですねこれ。ジンジャーとレモンと何あったかな、もう一つなんか3つ出てたんですけど、あ、90度か。これね、止まっちゃうとダメですね。いやー、最後の戦い。今海老名
サービスエリア通過。まあガソリン半分あるね。今回ガソリン4回ぐらい入れましたね。6000か7000だから、まあ6000で4回で4、6、22万4000でしょ。まあ高速代も2万以上絶対3万してるんで5万ぐらいですね。5万ぐらいですね。5万超えてんな。だってね、飛行機だったら6、ね、この前鹿児島から東京行きましたけど3900円ですよ。まあ、たまにね900円とかなんかジェットスターあったりとかバカですよね。まあ、通常でもまあ5900円、6900円とかの価格ってあるんで、もうクソ安いっすよね。1時間半か2時間ぐらいで行けますけど、6000とか5000ですよ。安い時ね、もっと安いし、アホですよね。鹿児島決めた理由もやっぱね、そのジェットスターの存在ですよね。あ、こんなに安いんだ、俺のガソリン代1回より安いやんみたいな。これなんかしかもね、2時間ぐらいで行けるわけじゃないですか。1時間半とか、ただ1時間半から2時間ぐらいのフライトなんですけどね。まあ、それがね、まあ、今回みたいになんか2日かけて帰らんとあかんみたいな距離だったらあれですけど、基本的に国内ってね、北海道行くのにも1時間半とか2時間じゃないですか、飛行機使えば。だそんな大したことないですよね、マジで。やっぱ92度になってきましたね、水温が。まあ明日青森はね、多分青森までは渋滞ないと思うんで。でも土曜日か、明日。あ、明日、ちょっと待って、あれ明日ない、明日、ちょっと待って、あ、ちょっと待って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 よ、今日金曜日ですよね。あれ今日土曜日、曜日感覚ね、ちょっと待って、日曜日セミナーだから、そうか、今日泊まって、そうか、土曜日、あ、いいのか、土曜日行って、今日金曜日ですよね、今日金曜日だよね。昨日、お前曜日感覚全然ねえな。多分今日金曜日ですよね。明日土曜日なんで、土曜日で日曜日セミナーだから、青森で、青森どこで泊まろうかな。ちょっと楽しみですね、青森マジで。2年前はね、その2年前も動画撮ってたんですけど、ここまでやってなかったんで、まあ今ね、あのチャンネル登録者数もまあちょっとちょいちょい増えてきて、あ、今ね、結構いいのをお届けできるんじゃないかなと思いますね。まあ、そう、昔ライブもなかったから、そう、ライブもなかったんで、ね、ライブで青森お届けできますよ。あとね、あ、そう、GoPro 飛ばすんだ、GoPro。GoPro 飛ばすんで。GoPro? なんだ、ヘリコプターじゃねえわ。ヘリコプター Go。あれなんだっけ、ちょっと出てこないですね。あれですよ、あれヘリコプターじゃないやつ、ドローンだ、ドローン飛ばしますよ、青森を。青森もね、僕1年いましたからね、青森はまだいたんですけど、こっから渋滞10キロ。水温93度。で今20時ぐらいなんで、今20時でしょ。運転してあとちょっとで12時間か。ファンキーだな。ユニバー君はぐっすり寝てるっぽいですね。なんかね、寝るっていうのは覚えましたね、多分。もう諦めて寝るしかねえみたいな。多分諦めて寝るしかないっていうことを覚えたと思います。だからね、もうカゴから
あの最初はね、あのカゴから出してたんですけど、もうカゴから出さないで、もうカゴにしまいっぱなしですね。でもね、今回ね、でかいカゴ買ってよかったですね、本当に。よかった。そっか、日曜日セミナーだから、僕ねてっきり今日土曜日だと思ってた。違う、明日土曜日、明日日曜日だと思ってた。ちょっとね、曜日感がマジないですね僕。そうだ、余裕じゃん、余裕。明日一日あれば余裕で青森行けるな。僕ね、青森、曜日感が間違ってたんで、朝出て、まあ今回18時からセミナーなんですよ。だから朝出て18時付近前に青森到着して、そのままセミナーかなと思ってたんですよ。一日俺間違ってたな。30分ぼやきましたね。ぼやきますね。まあまあ30分渋滞ってことですよ、結論。結論30分渋滞ですよ。30分、今10分水温92度、100度にはいかない、いってないですね。渋滞。今日でもね、実家行かないといけないですからね。実家、ユニバックに預けに、実家ですよ、実家。いやでも僕疲れたな。渋滞になるとやっぱね、疲労感増しますよね。まあ、僕は動画撮るんでいいんですけど、多分ね動画撮ってないですよね、渋滞中。撮ってる人いるのかな。多分 99% の人は動画撮ってないですよね。なんか残り 1% の人は僕ですよ。 1% の変態になるんだったらやっぱね、渋滞イコール動画ですから、だってみんなはやってないですからね、差をつけないと。やっぱユニバー君いたからね、気使っちゃいましたね、運転マジで疲れましたよ本当に。やっぱね、出すものも出せないですからね。そのやっぱあんま揺らしちゃダメじゃないですか。だからまあちょっとガタンって道がちょっとね、あの微妙なとこあるじゃないですか。やっぱユニバー君気にしちゃうんで大丈夫かなみたいな。やっぱ一人運転が一番ね、神ですよ神。まあでもね、今回ユニバー君のおかげでポリスに捕まらなかったんで。前ね、なんかね、免停食らった時ね、鹿児島行く時かな、あの引っ越しする時に、鹿児島でにまあ行った時にあるんですけど、まず東京出て東名入った瞬間にポリスに捕まって、でなんかそのね、どこ今から行くんですかみたいな。でなんかそのここに荷物いっぱいブワー積んでるんですよ、パソコンとかブワーとか。鹿児島っすよ、鹿児島っすかみたいな、今から気をつけてくださいみたいな。でその後九州自動車道だったかな、2回捕まってもう一気に3回ですよ、免停。僕物申したいんですけど、ヒュ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 と、何のためにスポーツカー作っとんねんって話じゃないですか。もう何のためにスポーツカー作っとんねんみたいな。まあ原付とかもそうじゃないですか、60キロまで出んじゃないですか。でも30キロとか規制ですよね、アホかっていうのね。だからもうね、
あのもう作らなきゃいいんじゃないですかみたいなね作ってる売られてるから買うじゃないですかそもそも出るスペック売ってるやんみたいな自分そもそもその法で規制するんだったらもう出ないようにすればええやんともうどんだけベタ踏みしてもねなんでメーター全部180、まあ、僕のねメーター320キロですけど一般車両でもメーター180まであるじゃないですか。なんで180までつけてんのって話じゃないですか。これ意味わかんないですよね。なんか高速道路100キロとかまで、まあ、そもそもじゃあ日本の高速道路100キロ以上出せるところってあんのかって、だいたい110とか100かな。いやいや、じゃあそこマックスそこまで出ればいいじゃんって話じゃないですか。普通にそのルールを完全に守るんだったら、ルールを完全に守るんだったら、車の作り方からその日本のそのルールに適合した車を作ればいいじゃないですかね。そう思いません？なんで180キロ出せる車作っちゃうんだろうな。ね、頑張っても絶対そこまでしかもうね行かないっていう車作ればいいのに。まあ完全にあの人のせいですけどね人のせいというか車のせいですよね。まあ踏まなきゃいいんですけど、踏まなきゃいいけど踏む車やんみたいな、踏む車でしょみたいな踏む車でしょ。 GTR 乗ってエコ運転ってどういうことやねんって話じゃないですかねえ、さすがにちょっと出したいときはね、まあ、全部が全部出すわけじゃないですけど、ね、それ出したいときは出したいですよ。ちょっとはそういう車なんだから。だってね、今回ね、安全運転、ユニバー仕様で運転してて、軽自動車に抜かれますからね。ムカついてくるからな。もう軽自動に、しまいには軽自動車に煽られるからね。待てよと。もう完全煽り返したかったですけどね。まだまだ僕も子供ですね。まだまだ僕も子供だね。いや、もっと寛大な精神で見守らないとダメですね。まあその代わり捕まんなかったんでね、捕まる様子が1ミリもなかったんで。だけどね、軽にねブンブン抜かれるのはね、今の軽速いですから、マジで今の軽超出るからね、うん、今の軽ねすごいっすよね。今軽じゃねえんじゃねえかっていう、結構全然普通に出ますからね。普通に速い、でも車体も軽いじゃないですか。そう、全然出るからね。これ渋滞いつまであんなかな。38分、いつになったら渋滞抜けるかな。渋滞いやー、渋滞今日も渋滞。8時ですよ、8時、全員集合ですよ。8時ですよ、8時になっちゃったな。ユニバー君寝てますね、多分。いつ抜けんのかな、この渋滞。
やでも北海道楽しみだな。いやこの車で、いやこの車でね、自分の生まれ故郷北見市に行けるのはちょっとやばいっすね。ちょっとやばいっすね。ワクワクしかないっすね。でね、あの北見がね、あやさんっていう人いてるんですけど、同じ北見市ってね、マジでなんかね、あの運命ですよ、マジで。あやさん、あやさんなんか運命でしょうね。なかなかないですよね、北見って。普通じゃないですよね。やっぱ僕持ってますね、マジで。でも最近感じますよね、なんか引き寄せてる感じが。魂レベルが結構磨かれてるんで、やっぱね、発信し続けてるから、なんかね、なんか出てるんでしょうね。やっぱ磨かれてますよ、こんだけやれば。まあ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 、まだまだですけどね。10万本100万本。でも100万本取ったらえぐいですよね。100万はちょっとね、なかなか、ちょっと、まあさすがに僕もね、100万は無理だろうみたいな。100万本アップするために多分1日100本ぐらいアップしないと100万本いかないですよね。1日100本アップしたら、1日100本で3000本、3000本で1年で3万、1年で3万じゃないですか、それでも。1年で3万6000か。1年で3万、1日100本アップして1年で3万6000でしょ。10年で36万本。20年で、あ、30年あればいいかな。1日100本アップしないとダメですね。1日100本は難しいな。でも1日100本アップすれば30年ぐらいでいけますね。100万本。1日100本はえぐいな。やばないですか、1日100本。1日100本30年、100万本いきますね。1日100本30年か。ちょっとこれ分割すればいけますよね。めっちゃぼやきまくって、毎日ぼやいて分割して3分刻みでアップするみたいなね。そうすればね、43分、まあ、1時間だったらもうなんだ、3分切れば20分ぐらい出んのか。全部3分で切るみたいな。お、これ渋滞解消されたんじゃね。ちょっと動き始めましたね。ようやく60キロを出せました。ようやく60キロ出た。お、これは完全に渋滞解消じゃないですか、これ。多分ね、これね、八王子付近だと思うんですけどね。ようやく普通の速度になってきました、80キロ。今どこなんだろう、ここ。ちょっとね、ナビつけてないからね、今動画撮ってるから。横浜町田、3キロ。横浜町田。ということは横浜付近どうですよね。まあ、完全に渋滞抜けたな、これ。あ、でも雨降ってきたぞ、雨。雨がまさかの雨じゃないですか。まさかの雨ですよ。まだ高いと入らないのか。首都高まだ全然ですね。まだ首都高まで
でももうここを抜ければ首都高入る、もうちょっとかな、横浜町田、いやー東京ですよ東京、雑東京ですね。いやーやっぱし高速はこうじゃないのね、お金払ってるからね、高速はやっぱこういう動きじゃないと、有料道路なんだから。僕の車もよろしくないですか、壊れちゃう。今日エナジードリンク3本ぐらい飲みましたね、エナジー入れすぎたな。マムシドリンク2本とエナジー3本ぐらい飲んだよ。いやー明日はちょっとユニバークいないから自分のペースでいけるな、踏めるな。お、横浜ですね、横浜、横浜通過、横浜通過しました。いやー快適だ、快適ですねこれ、なんだこれ、いいっすね。渋滞してないよ、渋滞してない、渋滞してません。東京日本橋まで36キロ。高井戸はまだかな。あそこのね、首都高入ってくるあの高井戸のちょっとカーブライン来てる、来たなみたいな。まだだな。いやでもこれ空いてるね。いいね。いいよ。いい味出してる。こうじゃないきっとね。ああ鹿児島から着いた東京。僕は思うんですけど、多分車で鹿児島行くとか、まだまあ僕今年30、今年で6ですけど、多分ね60とか70だときついと思う。まあ70じゃ無理ですよね。だから。なんで車なんですかみたいなね、その話に戻ると要は今しかできないじゃないですかこれって。70歳になったらできないですよね、まあ、でやろうと思えばできるかもしれないですけどね、今だからできることってあるし、今逆に言うと今しかできないことってあるじゃないですか。で今しかできないことをやっぱやらないとね、もう時間戻ってこないですからね。そう、やっぱ今しかできないことをやりきるっていう、これがね人生の全てかなと思いますよね。今しかできないこと、例えば子供の時はなんかその遊びが仕事みたいな、遊いっぱい遊べみたいになんか言われたと思うんですよ。で子供の時にしか遊べないことってあるじゃないですか、うん、でそれ全力で遊ぶみたいな。だからまあ一番いいのはね、遊びも仕事もね、仕事も遊びも、遊びも仕事もやっぱプラスミックスして楽しくできるっていうのがやっぱ一番いいと思うんですよね。遊んでるのも遊びながら仕事、仕事しながら遊びみたいな。だから僕なんかね全部今一緒なんで、
ね、お客さんのサポートはやってますけど、なんかセールスとかも僕はね、ジャパネット高田とかショップジャパンを目指してるんで、ショップジャパンとかは24時間365日ずっとセールスしてるじゃないですか。ジャパネット高田もあのね、セールスしてエンターテインメントみたいな、だね、セールスはね、そのエンターテイナーみたいな、エンターテインメントみたいな、だからセールスもなんか僕の中ではエンターテインメントの一つなんで、まあもちろんね、あの売るっていう結果を出さないといけないんですけど、やっぱね、会社でね、もう従業員いないし、自分が売れる分だけ売ればいいんで、まあ楽ですよね、本当に。買わない人は買わないし、どうせ買う人は買うんで、ね、それだと会社にいた時っていうのは売り上げ会社の作んないといけないからね、やっぱ売り上げ重視で ね買わない人に対してもやっぱ買わせるようなね、強引なセールスとか ね電話、僕も電話をしてましたけど、うん、今電話絶対しないですからね、めんどくさいんで。動画です、動画しかしない。電話はね、時間取られるんで、自分の束縛されるから電話嫌なんですよね、僕。もう全部動画で返しますんで。いや、お客さんの対応も全部動画で返すことによって、まあ、お客さんとしては動画で返ってくるの分かりやすいと思うんですよ、メールよりかはね。で、僕としては動画で返せる、お客さんに分かりやすいものを動画で伝えるサポートもできつつ、プラス自分の1万本の目標にもこうね、あの目指せるので、なんかいいっすよね、ウィンウィンですよ、ウィンウィン。僕の目標にも貢献、1本の動画として貢献できるし、お客さんに対しても分かりやすいね、 お届けできるわけですから、もうなんかもう全部動画ですよ、とにかく動画を作る。してる人が少ないんで、やっぱそれやるとね、やっぱあのすごい喜んでくれるんで、みんなやってたらね、差別化なんないんですけど、みんなやってないんで、すごい勝てますよね、マジで。だネットビジネスの僕ね、究極思うんですけど、ネットビジネスってちゃんとあの当たり前のことを徹底的にやれば誰でも稼げますね、マジで。まあその当たり前のことは何かっていうと、ね、お客さんにありがとうございましたとかいうのを表現するのは動画で表現、僕の場合してますけど、まあそれ、コンビニのバイトであろうが正社員だろうが、お客さん、例えば焼肉屋で働いてます、お客さん来ました、いらっしゃいませ、コンビニで働いてます、来ました、いらっしゃいませ、いうの当たり前じゃないですか。で、当たり前のことをね、ネットで徹底的にやったらね、超勝てますね、みんなやってないから。あ、広告はね、すごいね、ありがたいですね、うん、ほんとね、ありがたいですね、みんなやってないから。僕がやってることって誰でもできることですからね。やろうと思えばね、今回もなんかそのドリアカ入ってくれた人がなんかメール来て、その決済はしたんですけど、この後どうすればいいですかみたいな。まあ普通だったら決済された自動返信メール届くじゃないですか、決済したら、で商品納品みたいな、ね、確かにネットのいいとこですよ、自動でその商品できるっていうのは。でも僕はそのなんだ、それをやらずにわざわざ一通一通ね、全部動画撮って動画添えて渡してるんですけど、やっぱいいところ、ネットのいいところとやっぱ
人間味としていいところ、人間としてやっていいところっていうのをプラスミックスさせるとまあいいんじゃないかなっていうか、いいっていうかそれやった方が勝てますよね、みんなやってないからね。いついつ商品納品するとかあんまやってる人いないと思いますよ。いついつ買ってくれた人に動画撮って納品していくっていうやってる人ね、確かにまあめんどくさいっちゃめんどくさいですよ。だけど、まあ、その積み重ねが結局他の人との差も生まれてリピート率ね、かなり 50% 以上ってね、なかなかすごいと思うんですよね。だから 50% 最近マジで切らないですね、リピート、半分は完全リピートしてくれるんでありがたいですね。安定しますよね、 50% リピートだったら。何か出したらね買ってくれるんで。でもそれもそうなった理由も、まあ、僕は一人一人その動画撮って回答してるからですよ。ただ単純にそう、あれがなかったらね多分そのリピートはね起こってないと思いますね。だからやっててよかったなと思いますね。大体決済したら自動返信メールですから、で商品届くみたいな、そんなのは僕も知ってますよ。そんなのは知ってる、でもやらないっていう。だこれね多分まあもう 2,3 年もう2年ぐらいかな、このスタイル続けてますけど、あと10年とかずっとやり続けたらマジで勝てる人いなくなると思うんですよね。あ、まだか。ここが高井戸の曲がりじゃないか。あ、でも高井戸か、これもうちょっとで。あ、これ高井戸じゃね。首都高入るかな。あ、料金所か。これ、あ、まだですね、もうちょいだな、もうちょいですね。透明の料金所かな。でも透明の料金所抜けてちょっと走ったら高井戸じゃなかったかな。はい、透明降ります。透明降りるぞ。いい、東京料金所、東京料金所でございます。鹿児島から東京に着きました。14,300円、高えな。おお、割引なしでしたね。やっぱ深夜入ると割引あんのかな。やっぱ高速代3万ぐらいかかって、おおおお、めっちゃ、それダメでしょ、あれ事故るな。なんかめちゃめちゃベンツがありえないヤンキー走りしてました。あれ事故るな、あれは。うわ、すげえな。映画並みの運転の荒さでしたね。えぐい。そんなに急がなくてもせっかちですね。安全運転じゃないよね、安全運転。やっぱね、出すときはやっぱね、人がいないところで出さないとね。わ、首都高までもうちょっとですね。首都高まであとちょっとですよ。59分、首都高高井戸入ったら終わろう。
あとちょっとですよ、高井戸まで。ぼやき長編ですね、長編。長編ですよ、長編。1時間だからね。結構1時間ぼやきって長編じゃないですか。世田谷です。世田谷。いやー、東京ですね。東京来たね、車で。あー東京、まあでもね、なんかやっぱ走り慣れた道というかね、ここら辺も知ってますから。いやー、いやー東京ですね。カーブ来たぞ。高井戸カーブじゃねえか。まだあの高井戸カーブしてトンネル入っていくと、と高井戸、高井戸まだですね。まだか。あ、でも、あ、違うわ。すみません。違った。中央道だ。あれは中央道ですね、多分。中央道から峠入るときかな。いや、ちょっと待ってよ。いや、俺の記憶が。あれ？これだと違うかな。あれ、もう首都高これ入ってんのよね。あー、やっぱ僕の記憶違いですね。あ、中央道ですね、あれは。すいません、中央道だ、多分中央道っすわ。今回透明だからね、透明だから渋谷か、渋谷付近、渋谷っすね、透明だから。透明って渋谷だもんね。渋谷だ、渋谷、渋谷の方だ、こっちね。あんま僕透明、そっか。渋谷ですね、渋谷、渋谷ですよ、透明は。ここか、ここ。車庫入ってよこう入りました。荒いね、みんな。
本当スマートに運転しないと、スマートに。やっぱ東京の人カチカチしてるね。カチカチ。スマートに運転しようぜ。いやー、首都高入りましたね。首都高怖いですね。首都高はやっぱね、夜中乗んないとダメですね。夜中、あ、ユニバー君が起きた。ユニバー君起きましたね。ユニバー君も 10時間ぐらい乗ってるからね。10時間ぐらい車乗ってるからね、ユニバー君。ユニバー君、ションベン漏らすかな。最後の最後でションベン漏らしそうですね。とりあえず着きましたね。懐かしい、まあ、8月末はですね、東京2週間ぐらいいるんで、首都高、ザ・首都高ですね。いや、首都高だいぶ走りましたね、昔で。首都高、まあ、箱根も好きなんですけど、 夜中ね、東京から箱根まで行って箱根の山走るっていうね。東京から箱根まで1時間ぐらいなんですよ、夜だと。そう、首都高に飽きて箱根に行くっていう。僕ね、首都高より箱根の山の方が好きっすね。なんかあの山いいっすね、山がいいっすね。首都高はね、まあまあ楽しいんですけど、あのね、もうほんとぶっ飛んでる人たちがいるんで怖いですよね。まあ、200キロ突っ込んでっかんね。たまに横転してますからね、普通に。1時間か。じゃあ終わります。お疲れ様でした。長編ぼやき。Thank you.